はい、どうも皆さん、こんにちは、カールです。ということで、今日はですね、このチャンネルでは JGC 修行、SFC 修行のお得な情報や、海外に行ってみたい方に対して何か一歩きっかけになるようなね、動画を配信しているんですけども、前回、JGC、SFC は今後絶対になくなりませんというふうにね、私断言動画を出させていただいたんですけども、その時に私今後このチャンネルでビジネスっていうコンテンツもね、配信していきますよというふうにお伝えしたと思います。そして今日はですね、初めてですね、ビジネスコンテンツの動画を配信していきたいなと思います。はい、ちょっと新しい試みなので、ちょっとメガネをかけさせていただきます。はい、ということでね、今日の動画はですね、ビジネスのコンテンツを配信していきたいなと思います。というのもですね、私のこのチャンネル、先日チャンネル登録者1000人、そしてね4000時間の視聴時間をね迎えたということで、このチャンネルが収益化になりました。はい、そのね収益化になってね、大体今日で10日が経つことになったんですよ。はい、今日で10日目です、収益化。はい、そしてこの収益化10日目の私が今どれだけこの YouTube のチャンネルで稼いでるかっていうのをお伝えしていきたいなと思います。はい、まず具体的にはですね、こちらのチャンネルでこういったね、収益が確定する前にいくら稼いでるよっていうふうにね、具体的に言ってはいけないというですね、YouTube のガイドラインがありますので、まあ、オブラートに包んで分かりやすくお伝えしていきたいなと思います。その前にですね、まず僕のチャンネルのスペックなんですけども、まずチャンネル登録者が1000人ちょっと、それから収益化が10日目でございます。10日目ね。それから動画投稿頻度にとっては1週間に2本から3本の投稿表です。はい、この3つのステータスで僕が今どれくらい稼いでるのかと言いますと、これがなんとですね、そうですね、私今普通にね、会社にね、通勤してるんですけども、毎日のランチ代が浮くくらいまでは実はもう稼いでおります。だいたいですね、コンビニに行ってお弁当1個とペットボトル飲み物1個買っても十分にお釣りが来るくらいに実はもう稼いでおります。というのもね、1日ごとにアナリティクスって言ってね、このグラフがあるんですけども、これ、ね、今日はいくら稼ぎました、今日はいくら稼ぎましたっていう、このね、収益のこのグラフがあるんですけども、そのグラフを見ると1日だいたいそうですね、毎日のランチ代ぐらいはもう実はもう稼いでおります。はい、ということでね、このチャンネルのこのレベルで、私レベルでですね、1日のねランチ代を浮かせられるくらいまで実はもう稼いでいるんですよ。この動画を見てる方っていうのは、もしかしたらね、例えば YouTube やられてる方でチャンネル登録者1000人間近でね、もうちょっと何か伸ばしたいというふうにですね思ってる方がこの動画にねたどり着いたと思うんですけども、まずですね、まあ僕がねあんまり偉そうなことを言う立場ではないんですけども、まあ一つだけアドバイスをするということで、言うのであれば、まずですね、自分の意見を持つということでございます。はい、自分の意見を持つ。はい、というのもですね、人の言った意見とか先生とか親とか上司にね言った言葉をそのまま YouTube に言うんじゃなくて、ちゃんと自分で考えて自分が思った意見を発信するということでございます。これがすごく大事かなというふうに僕は思っています。例えば僕の例で言うと、 SPG アメックスカードよりもエポスプラチナカードの方がマイルが貯まりますよっていうふうにですね YouTube で発信しているのは僕だけでございます。またキャッシュレス決済最強はモバイルスイカですよって発信しているのも僕だけでございます。またエポスプラチナカードの特典をこと細かく砕いて魅力をお伝えしているのも YouTube で僕だけでございます。はい、そういうふうにですね、自分のオリジナルを持つ、自分の意見を持つ、そう、これがね、例えばね、すごく大事なね要素かなというふうに思っております。あとはですね、まず営業とかこういったスピーチでもそうなんですけども、大事な要素っていうのが3つあります。それがですね、理論と情熱と証拠です。そう、もう一回言います。理論と情熱と証拠、はい、この3つが1つでも欠けてると、あなたのことを誰も信じてくれません。理論と情熱と証拠っていうのはどういうことかっていうと、例えばこの1つが欠けてたとします。例えばそうですね、じゃあそうでしょう、どうでしょう、じゃあ情熱が欠けてたとしましょう。じゃあ情熱が欠けてて、じゃあ理論と証拠だけがある。はい、じゃあ理論は分かったし証拠も分かったんだけども、じゃあ情熱がない人に対してどう思うかっていうと、あなたの言ってることの理論も分かるし証拠もあるんだけど、でもあなたが言う必要ないですよねっていうふうになってしまいます。はい、なので情熱っていうのは必要になってきます。さらに理論と情熱はあるんだけど証拠がない。そう、理論言ってることは分かってるし、あなたはすごい頑張ってるのも分かんないんだけども、じゃあ証拠出してみてよっていうふうになってしまいますね。例えば昔僕が言われたことがあるのが、 SPG アメックスカードで SPG グループだけのホテルで決済すると 7.7 倍のポイントがつくから、エポスプラチナカードで100万円使うよりも SPG アメックスカードで SPG グループだけで100万円使った方がマイルが貯まるんだから、 SPG アメックスカードの方がマイルが貯まるでしょっていうふうに私言われたことがあるんですよ。僕その時
言われて、うん、理論は分かる、そしてあなたの情熱も分かるけど、じゃあそれやってみてって本当に思ったんですよね。当時は言わなかったですけども、でそういう風に理論と情熱だけあっても証拠がないと説得力がないんですよ。そうで、それ現実的に無理じゃないってね、 SPG グループだけで SPG MX カードで100万円使う人ってこの世の中に何人いるのって話じゃないですか。そう、現実的じゃない話っていうのは理論と情熱しかない話でございます。そう、証拠がないから誰も信じないんですよ。はい、僕この話聞いた時マジで実用性ないなというふうに思ってしまったんですけども、まあ、そんな形で必ず自分の発信する情報っていうのは理論と情熱と証拠、この3点を持って必ず発信してくださいね。例えば僕だったらエポスプラチナカードでこれだけ決済して、こういう使い方して、年間ポイントがこれだけで、これだけでものポイントが貯まってマイルに変換するから SPG アメックスカードよりもエポスプラチナカードの方が貯まるんですよっていうふうにね、理論と情熱と証拠を揃えて解説してるんですよ。はい、そういうふうにですね、もしこのチャンネルを見ている方で YouTube をやっている方で、例えばね、僕のチャンネルにね、もうちょっとチャンネル登録者伸ばしたいとかね、再生回数伸ばしたいという方がもしいらっしゃいましたら、ぜひこの理論と情熱と証拠を自分は持って発信しているコンテンツなのかっていうことをちょっとチェックしてみると、もしね、チャンネル登録者1000人に近づくのかなというふうに思います。はい、ということでね、今日はですね、ちょっとビジネスの話になってしまったんですけども、このチャンネルでは普段 JGC 修行、SFC 修行のお得な情報や、海外に行ってみたい方に対してね、何か一歩きっかけになるような動画を配信しておりますので、この動画がもし役に立ったという方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。またグッド評価、コメント欄もお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。そんな形でね、こういうふうにちょっとビジネス動画っていうのもね、今後ちょいちょい挟んでいこうかなというふうに思っておりますので、ぜひビジネスに興味がある方はぜひこれからもよろしくお願いいたします。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。